はい、皆さんこんにちは。今回はね、アレックス 78LT1 ガンダムアレックスですね。はい、LT1 って書いてますけどね、本当はここはねアレックスですね。はい、まあアムロレイ、将棋用にね、開発されてたというね、ガンダムなんですけどもね、はい、ポケットの中の戦争というね、オブエに出てきた主役機ではないガンダムなんですね。これはまあ見たことないよって方ね、見ていただけるとね、結構ね考えさせられるアニメーションとなってると思いますんでね、名作だと思いますんで、ぜひ見たことない方はポケットの戦争見ていていただければね、いいと思います。はい、そしてね、このガトリングっていうんですかね、これはすごいかっこいいなという感じでね思うんですけども、はい、なんか反応が早くてね、クリスチーナ・マッケンジー注意っていう方がねテストパイロットで、出るんですけどもね、まあ、なかなか操作が難しいと、まあ、ニュータイプ専用だから難しいよという話をね、劇中でもしておりました。ナンバリングはねここに、書いてる4番、ということでね、まあ、ガンダム4号機というのはね、閃光の果てにというねゲームで4号機5号機ね、アレックスナンバーのね784と785が出てきましたよね。アレックスは NT1 と、まあ、開発してる部署が違うということなんでしょうね。はい、こんな感じでね、私は1500円に消費税で買ってまいりました。はい、これね買ってたのちょっと忘れててね、持ってないのかなと思ってね、この間ライブしてた時にね、少し見たら持ってましたんでね、ぜひ作ってみようかなと。ただねこのキットね、まあ酷評、ね、評判がひどい。はい、なぜひどいのかなと思うんですがね、はい、まあどうなんでしょうね、ひどい報道ではないと思うんですけどもね、何か評判がひどいキットだという噂を聞いたんですけど、ね、私これね MG は作ったことあるんですけど、実は HG がね初でございますなんでね、この間ジムカスタムをね、改造始めますよということで、まあこちらもね同時進行で改造始めようかなという感じで始めておりますよね。2体の感じで作っておりますけどね、まあ系統的には同じようなね、感じですね。はい、まあまあ、オーガスタ系でしたっけ、そんな感じの話だったと思うんですけどね。早速箱を開けていきましょう。はい、まあランナーとかね、ちょっと古めのねHG ですんでね、これチョバブアーマーって装甲がついてるんですよね。こんな感じですごいごつい感じになるんですけどもねまあまあ、いいんじゃないかなと。ちょっとサイズはどうなんでしょうね。まあ組んでみましょうかね。はい、説明書の方が、はい、こんな感じになっております。ちょっと見えにくいですかね。ちょっとピントがね、はい。まあ気になる方は一時停止でね見ていただいて、はい、こんな感じになっておるみたいです。はい。すぐみで出来上がるとね、すぐみというか、まあ、塗装されてますよね。塗装見本こんな感じになっております。まあかっこいいですね。はい、はい、私ね昔ね YouTube 始める前にこのアレックスの NG ノーマルでもねちゃんと塗装して作ったことあるんですけどもね、知り合いの小料理屋の社長に頼まれてね、作ったことがあります。その時はね先ほど申しましたガンダム4号機、はい、閃光の果てにのガンダムの MGとアレックスこの NT1 のね、MG ミキシングビルドをしてね、はい、作ってみたんですけど、またね機会があれば皆さんにお見せできればなと。ちょっとそのコロリア食べに行ってね、ちょっと写すわっていう感じで、ね、写させてもらおうかなという感じでしますけどね。はい、私がねこれその時考えたというか、このソールがねやはりノーマルのガンダムの方は好きでしたんでね、そこら辺をガンダム4号機から取ってね、やったりとか、関節軸とかもね新しい目の MG だったのでその当時ね、そっちの方に関節を変えたりとかしてましたね。今回もね、今回すぐみですけどね、この改造をちょっとずつ進めていってね、ちょっとずつ改造の様子を皆さんにお見せできればなと
思っております。改造のベース予定はいつもねオリジンガンダムが大好きですよね。オリジンガンダムベースで進めてまいりますのでね、その系統が違うじゃないかと、関節違うじゃないかとなるかもしれませんけどね、そこら辺もちょっと目をつぶっていただいて見ていただけるとねいいのかなという感じでございます。じゃあね、すぐみ完成までスキップいたします。はい、すぐみ完成いたしました。チョバマーマもねこんな感じでつけております。はい、まあちょっとね昔のキットなのでね、可動範囲はちょっと狭いのかな、こう足がね、はい、こんな感じで、これ以上ね外行かなかったりとか、継ぎ目がね、真ん中に来ててね、まあ処理がちょっと難しかったりとかね、そういう感じがありますのでね、まあオリジンガンダムとね2個一致して、やっていこうかなという感じでございますね。はい、オリジンガンダム自体はね、こんな感じのねやつ、はい、これはまあロールアウトカラーのねガンダムをV ジャンゼラで作ったやつですね。はい、こうやって、比べてみるとちょっとね、前後もオリジンガンダムもね今のキットの方が長いというかね背が高い感じがしますね。あ、まあフェイスの方はね、ガンダムタイプの顔ですのでね、ヘルメットもどうしましょうか、なんかちょっと難しい感じがしますね。はい、頬当てだけ移植してなんとなくガンダムの顔をね、アレックス風に、はい、していこうかなとも思いますけども、ちょっとねプラン的に、まず顔はね後回しにしておいて、胴体ね少し、短いのかなと思います。ちょっとね可動範囲もねこんな感じで棒がついてるだけで、棒にポリキャップがねこれついてるだけでこうこう、もちろんこうは動くんですが、これ以上腕が上がらなかったりね、ここは座ってて上がらなかったり、まあ、胸を張るようなこういうね軸がこう後ろに行く動作もできませんのでね、ここら辺もオリジンガンダムを移植してねやっていこうかなとも思います。はい、胸の形はそうですね、ここら辺まあフロントのねここら辺移植してという感じですかね。ここら辺もまあ難しいというかね形をね元の形のまま可動範囲増やすというのはちょっと難しいですね。そこそこね大改造になるのかなと思いますけどもね。そしてね一番気になるのがこの胴体の短さですね。足とかはねこんな感じで見ていただくと長い感じがするんですけどね、胴体がどうしても短い感じがしますね。胴体部分を、ね、こう合わせてこう合わすとこんだけ差があるということで、ちょっとスタイルが悪いということだったんですかね、それとも可動範囲が少ないということで、なんか酷評ね最初言ったようにこのキット酷評されておりますよね。そこら辺もちょっと回収しながら、今風のオリジン版アレックスみたいなのね、そんなないですけどね、そういうのを作っていこうかなと思ってます。まあ今回はね素組みして、どういう風に改造しようかなというのをね皆さんにお話ししながらね、こんな感じで改造を考えてますよと、まあリクエストもありましたので、ね、どんな感じでプラン考えてますか、改造プラン考えてますかというね、ご質問ありましたのでね、こんな感じでやらせていただいてます。次回からはねどこを改造しようかなと思うんですが、まずは胴体ですかね、はい、ここら辺はねやっていくつもりですので、お付き合い願えたらなと、まあいろいろねやり途中のがありますのでね、こんな感じでね、はい、これもまあほぼほぼ終わっておりますけどね、はい、見た目がピクシーをオリジンのキットとミキシングして作ってるやつもありますのでね、だから季節的にね、ただいま3月ですけどもね、はい、暖かくなってきましたね。塗装とかもね、ようやくできるような環境になってますのでね、塗装してどんどんこういうね、制作途中の仕上げていくつもりでございますね。他のシリーズもね、
ご愛顧いただいて見ていただければなという感じでございます。はい、今回はね、すぐみと改造プランの説明、こんな感じでね、どこスタイル、気に入ったスタイルのキットを元にしてどこが相違があるのかでね、どこら辺から改造しようかなっていうのをね、考え方みたいなね、さっき聞いていただきました。まあいろいろ同時進行でやっておりますのでね、はい、他の方、他の YouTube のねやられてる方は一つ仕上げてその次ってなってますけどね、たい焼きモデルズは、他の方と違い毎日動画上げておりますので、ね、いろいろ同時進行でやらないと接着して乾く時間とか、はい、パテで埋めて乾く時間とかいろいろ言いますんでね、毎日なるべく上げるように頑張ってまいりますので応援していただければ思います。はい、それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければね、もう一つのチャンネル、たい焼き食べたい RC ラジコン動画というチャンネルもやっております。そちらの方ではね、このたい焼きモデルスではガンプラ、主にガンプラ、ラジコンのね、動画などで上げてるんですけどね、もう一つの方は、短い感じのね、さらっと見れるようなね動画作りを目指しております。今のところね、応援していただければと。はい、あと余談ですが、グレートメカニック G のガンダム、ニューガンダムがね表紙になってます。戦闘メカダブンゴとかいろいろね、あります。ちょっとだけね、まあ、公表されてる映像がありますのでね、一つだけ、なぜ買ったかというと、このドアンザクね、載っておりました。ドアンザクで、ドアンザクね、発売されるということで、ちょっと、まあ、ちょっとね、お話がありますんで、お付き合い願いたいなと思いますけどね、ここのページに書いてあるね、この写真、はい、オリジンガンダムね、バンダイさんからね、プレミアムバンダイだと思うんですけどもね、ガンダムとこのドアンザクのセットが発売されるということでね、プロポーションはほぼほぼオリジンガンダムだと思うんですけども、このねポージングね、宮本武蔵っぽいポージングできるのかなということでね、はい、まあちょっとね、このスカートが下がったままね、こういうポーズなかなか取れませんがね、はい、こんな感じでオリジンガンの稼働がね、すごい、キットでもありますのでね、ほぼほぼ同じようなポーズ取れるんじゃないかと、思います。こんな感じですね。はい、このスカートのところの問題だけどうにかというかね、同じポーズ取れると思いますので、ね、そこら辺を新しいね、オリジンガンダムのキットが出るのか、はい、このオリジンガンダムのなんかデカールとか色替えが出るのかっていうのを楽しみにしてね、待っていた、おこかなと、待機を持っておりますのでね、皆さんもそれも楽しみにして待っていただけるこのポーズすごいでしょという感じですね。こういう感じでね、資料としてね、こういう本をいっぱい買っておりますので、その中で面白いページなどありましたらね、そういうものを紹介していく動画とかも作っていこうと思ってますので、お付き合いね。はい、なんかちょっと余談が最後になりましたね。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方もよろしければね、先ほど申しました、たい焼き食べたい RC ラジコン動画の方のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。